こんばんは、釣り子 TV のメグタスです。メグタスチャンネル大遠征スペシャルということで、初めての琵琶湖に行ってきます。と初めての琵琶湖です。私の釣り人生3つの目標と、1つは身長以上の魚を釣ること、2つ目は体重以上の魚を釣ること、3つ目は60のブラックバスを釣ること。今日は琵琶湖に60のバスを狙いに来ました。本物狙いの釣りを中心にやるので坊主覚悟です。頑張ります。サッカーのオリジナルパーフェクトシャットっていうカラーですね、はい、6インチです。ジグはこのサクマジグ、はい、スイムロールです。サクマさんが作った。そうです、もともとフットボール系のやつで、はい、下野正樹さんご愛用の、はい、昔はポパイとかで売ってたんですけど、はい、それのスイムロールタイプ、琵琶湖の春のスポーニング仕様を彼が作ったんですね。作ってもらったというか、でいろいろこう僕もアドバイスをさせてもらって、ちょっとワームがでかすぎてつけにくいと思うんです。そうですね、ちょっとびっくりなサイズでしょ。でついたらね、やってください。こんなもんかな。あ、いいですよ、それで OK です。で結ばなくていいです、まだ。はい、したらですね、ワームがずれないように、はい、ここにアロンアロン、もう何もかもがっていう、はい、アロンアルファという物質はですね、はい、ちょっと水につけると硬化する、はい、はい、固まりました、はい、ちょっといい、ごめんね、はい、いやいや、閉めなくていい。これね、ここにヒゲが出てるでしょ、はい、ここで、はい、こう岩石が多いのね、うん、それに触れるとここに、うん、はい、緑色の苔っていうか、なんていうのかな、ケイソウ類がついて、はい、ここに、こういうふうに、はい、だこの糸を、はい、こっちに出してあげるの、こういうふうに、うん、おぉ、ね、はい、で、こうやって閉めて、はい、そうするとほら、ヒゲが こっちに出ないでしょ。あ、なるほど、後ろに出るでしょ、はい、だからね、その藻に引っかかりにくいのよ。はい、こうカタッとして、なるほど、ちょっとしたコツです。へ、でしかも糸がこうグーッと締まってた時に、あれだともう直接金属だけど、はい、これが1本入ってるから 1個干渉されるのよ、はい、こうグーッと締まってた時に、でこれ一手間なんだけど、うん、アイディア、へー、すごい、うん、はい、こういうところにこう、あ、これが岩だとすると、はい、当たった時に、はい、ここにケイソウ類がついてるんだよね、緑色の苔みたいなやつが、はい、それを拾っちゃうんだよね、はい、ヘッドが汚れるので、はい、今みたいにしてあげるととってもいいですよ、はい、さあ、ありがとうございます。はい、ですね、そこあそこにゴロゴロって岩があるでしょ、はい、ちょっと出っ張ってる岩、はい、でこっちにも岩があるでしょ、はい、でね、串を見るとさ、はい、あそこう削れてるじゃん、はい、で要は土砂とか岩石がもう沈んでるのよ、はい、こうのっぺりしてるように見えて、実はここだけが割とテラス状にゴロゴロと、シャローより沖側に、はい、石が出てるのね、はい、でこのボートの真下は、はい、もう
4.5 メーターなんだけど、はい、そこから少し浅くなるんだわ、はい、その岩でね、はい、でその岩の周りにベイトがつくので、あの角、そこの角か、はい、ベイトが一番多いのはあの角なんだけど、はい、今行って入っちゃってるからやらないけど、はい、分かりました、うん、本当はあそこからこういうふうに流していくのがいいんだけど、はい、なるべくロングキャストして、はい、着水したらもう湧き出していいわね。はい、分かりました、うん、ちょっとポチャッとしていい感じのところをこうトレースできるので、はい、で巻きのスピードはもうゆっくり、ゆっくりテールがこうプル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 ってなる、うん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 、ぐらいのスピードで、はい、ゆっくり巻いてくると、はい、ちょっと待ってね、もうちょい、おー、飛行機雲がまたくっきり出てる。そう、琵琶湖の上空が航路になってるので、はい、いっぱい飛行機が通るんですよ。うーん、さあどうぞ。はい、ロングキャストできるかな。あそこにうっすら岩が見えるでしょ、はい、水中に、はい、あんなやつがこうゴロゴロしてるんです。巻きのスピードはこれぐらい大丈夫ですか。うん、もうボトムは捨てちゃっていいでしょ、はい、中層にいるって信じて、中層にいるって信じて、うん、まだね、はい、シャローに上がってくる個体数が、はい、普通の、その、はい、関東のリザーバーなんかと比べると、はい、少ないのよ。あ、そうなんですね。バスの数って、はい、でかいけど、うんうん、で、まだ10度を超えてないし、9度しかないから、はい、少ないのね。ということは、ね、魚とルアーが出会ってくれないことにはどうしようもない、はい、でも、やっぱでかいバスってもうスポーニングしたいので、はい、ベイトを食いたいわけだ、はい、だからいりゃアクティブにそのルアーを食ってくれるでも出会わなきゃ、はい、個体数が少ないから、はい、出会わルアーとその魚がこう出会わせてあげないとどうしようもないのでやっぱそのなるべくロングキャストして、はい、その美味しいところを長くトレースできるっていうかな、はい、でも確実になんかウィードみたいなパッチとかがあってその周りについてるとかいうときはライトリグでこうジクジクそこ粘ってば釣れたりするんだけど、はい、こういうところはもうある一定のストレッチをするとそれで流してあげて、はい、そのルアーと魚がコンタクトする回数をなるべくそのチャンスを増やすっていうか、はい、いっぱい映ってます。中中層にポロ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 。おお、うん。今ボートが3メーターちょいぐらいです。はい、前はこれをね、ビッグウィローリーフとかのスピナーベイトで
ノースローリングでやってたのね、これ。で、これスピナーベイトの方がフラッシングがすごくギラギラして目立つんだけど、はい、これの方が、うん、なんていうの、あの波動が小さいじゃん、はい、スピナーベイトに比べると、はい、やっぱ これの方が圧倒的に食う、うんうん、あ、出会った時の空率が高いね、やっぱり。ベイトがいっぱい映り始めました。おお、チャンス。なるべくロングキャストで。はい。そうそうそう。超環境いいでしょ。はい。癒されます、ね。癒されるでしょ。はい。ウグイス泣いてるし。そう、なんか暴走のあの感じもいいけど、うん、こういう感じもすごいいいっすね、うん。これが海じゃないってところが本当に。いや、こんなもんじゃないからね、ここ狭いところだから、はい、海岸があんな風に綺麗に見えちゃってるけど、はい、南湖は向こうなんだよね。あ、うん、一緒にどんどん行きましょう。1日目が終わり、宿に戻ってきました。ついに坊主を食らってしまいました。明日、琵琶湖2日目最終日、なんとか1匹でも釣れたらいいなと思います。明日も頑張ります。おやすみなさーい。おはようございます。琵琶湖2日目の朝です。泣いても笑っても最終日、昨日の坊主を取り戻すようなでかい魚を釣りたいです。頑張ります。今日は釣れるといいな、うん、釣れてないっていうから、釣りさんも何個1本しか釣れないって、あの釣りさんが1本しか釣れないって言ったから、ひどい、ひどいね。
厳しいんですね。厳しい。今年一番厳しい。本当、大潮の天国か地獄は、うん、めっちゃいいかもう悪いか、うん、爆発するときは爆発するけど、うん、ダメなときは。油なんかあそこにずっと固まってる。鳥山だ。結構進まってて、寝掛かるとことかありますか？うん、ボトムに沈めちゃえば寝掛かる、うん、沈没船を、うん、大きな船にあの石をいっぱい積んで、はい、で沈めてある。あ、着水したらすぐ巻く感じ、はい、あっち面と同じような感じなんだけど、はい、あの昨日朝のところ、うん、一個一個 の、はい、あの石が大きい、はいはい、いいよ。でもすぐで手前に来たら、はい、ゆっくりでも、はい、下っていきますので、はい、うん、マイルズ狼のロケは毎週行くんですよ。毎週というか、まあ、放送は2週に行ってんだからね。うん、だからまあ、あの撮れる時に撮る。そうそうそう、ロケはロケで大変そう。ね、海がいるっていうのはなかなか生放送だとね、うん、なんだよ。先週はもう全部桜です。おお、良さそう、ここ。すごい綺麗よ。Thank you.
ガガ負けを認めよう。今回は負けを認めよう。負けを認めよう。メグタス、ただいま帰りました。琵琶湖に六丸を狙いに行ったら坊主食らってしまいました。1年間まぐれで続いた連続ノーボーズ記録42回で途絶えてしまいました。まあ悔しいですけど、ここまで続いたこと自体がもう奇跡だと思ってるので、まあぶっちゃけあんまり気にしてはいないです。今回初めて行った琵琶湖でボーズを食らってしまったんですけれども、憧れのフィールド琵琶湖で釣りできただけでも楽しかったです。またリベンジに燃えるきっかけにもなったので良かったと思います。まあちょっと琵琶湖遠いのであんまり頻繁には行けないと思うんですけど、これから少しずつ通っていつか六丸釣ってやろうと思います。これからも六丸目指して頑張れって応援してくれる方はぜひグッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。釣り子 TV のメグタスでした。バイバーイ。